八幡神社は、東京都渋谷区千駄ヶ谷にある神社。千駄ヶ谷一帯の総鎮守で、鳩森八幡神社とも呼称される。江戸名所図絵によると、王子、この地、深林の中に時として随運源じける。またある時、壁空より白雲も降りて雲上に散図。村民怪しむで彼の林の下に至るに、忽然として、白鳩とスー西を指して飛び去り。よって、 これの霊髄を称し、称子を営み名付けて、鳩の森という。とあり、人記念館に創建された社に、上岸二年、自覚大使が、村民の根性によって、神宮古豪、王神天皇、春日明神の像を作り添え、八幡宮として建て祀ったことが、当社の縁起と伝えている。詳細は公式サイト内、末社の紹介も参照。境内には、 仙長谷の藤塚として、東京都の有形民族文化財に指定されている、完成元年築造とされる藤塚がある。江戸時代において、江戸市中の著名な藤塚である、江戸八富士の一つにも挙げられている。山裾には、里宮があり、また七合目の洞窟には、弥勒像、山頂には奥宮が安置されるなど、富士山を再現している。 1923年の関東大震災の際には、修復されているものの建造当時の球体を止めており、移築などが行われていない都内に現存する富士塚の中では最古のものとなっている。将棋会館がすぐ近くにある関係で、前日の将棋道をはじめ将棋との縁が深く、毎年1月5日頃には、将棋関係者が多数参加して、将棋道祈願祭が開かれる。 ありがとうございます。